メルカリのサーバー込み合ってたって。あ、お米買ってくるね、中村君。で、ひどんなさんが連絡来ないけど、来ないんかな、じゃあ。そうか。うちの梅がサーバー落ちてた？山田君も落ちてたんだね。うん。当ててです。あれ疲れてんのかもね。ケーキ食べるのがあのテンストさんだけなんですよ。え、食えの？私も食べれない。嘘やろ。そう、テテさんも食べれない、中村くんも食べれないからテンストさんだけね。あ、コメントで言わないようにね。大丈夫、あのピルケース持ってきてるから、薬入ってるから酔い止め。テさん枠して、あの家帰ったで、家まで送ってくれるらしいから。これどっち行ってん、これ6号ルートだめなの。なんか必要なの、中村くんに電話してみるか。あ、中村くん電話番号がわからんわ。電話かんだ。わかった。あ、既読ついてない。うん、まあハンバーグ好きだからね。あのダメだ、ラインが。駅ビルの中にあの銀座のハンバーグ店入ってるか。こっち送ろうか。ん？こっち送ろうか。あ、中村くんに。うん。なんか必要なの。なんか必要なの。お米でしょ。はいはいはい、ひじにがさん、やっほー。飲み物とお茶とか。そう、中村君はコーヒー飲めないから。ん？コーヒー飲めないから。うんうん。なんかカルピスとか買ってたよ。じゃあジュースとポカリとか、うん、カルピスとかお茶とケーキと。中村でも水しか飲めんで。中村くん水しか飲まないの？うん。じゃあ天然水と、うん、水の字はちょっとね。え、サラビってさ、なんだったらさ、ピザだよね。誕生日って言ったら楽しんでね、ありがとう。ピザ注文する。それもありですね。うちその4人で食べるから。あとチェンさん氷も必要ですよね。うん、氷。あ、いいよいいよ、今日もう3個食べてるから。あ、食べ3カップ食べてるから。あ、じゃあもう、うん、今日は朝8時自分でファミリーマート買いに行ってるから。うんうんうん、だから大丈夫。チェンさん何を食えるん？うん。え、何が好きなんですか？何を食えるん？生ハム。あ、生ハム？あと、クルト、あと、黒トリュフ。黒トリュフ？ついたくな。いや、今ここで歌つダメだろ。今やばいろ、普通に。テテさん、一覧すごいです。あ、ほんと。千人超してる？余裕超えてる。生ハムは、お母さんの会社のクルージングパーティーで生と生ハム食べ放題だったんですよ。いや、生ハムメロンじゃない。生ハムあったら買ってきます。いや、クルートリフはなんかバケットにリッツカートンホテルで、リッツカールトンホテルだっけ。あ、はい、フォローバーしておきます。そこに黒トリュフと、何でこんな重たいんだろう。いや、先生、生活保護を受ける前20代の子だから。
え、今重たいのこれさ。違う違う、こっちの携帯が壊れてんのかな。なっちゃん、これ再起動してみれば。ん、あ、再起動しました今。した、うん。単純に回してだけ直した。これ iPhone X だからもう寿命かも。ああ、あ、じゃあ iPhone12 とか13とか買わないとダメかもね。うん、そうそうそう、うん、寿命だこれ。しかもじゃあ OS はアップデートしないでしょ。 OS1 OS、iOS。 うんうん、あ、アップデートね。うん、うん、そうそう、11からじゃなかった。いや、あ、 Wi-Fi 繋いでたらでも できるよかな。 8 がもうなくなったんだっけ。わかんないけど、でもなんか今16が一番新しいらしいけど、性能12から一緒らしいよ。写真あんま変わんないでしょうね、外観も。12でいいかな。いや、でもね、12ってね、投げ売りされてたから、家電量販店で。投げ売り？うん、1円で。え？うん、それはないんじゃない。いや、ツイッターで話題になってた。あ、そうなの。うん、ちょっとビッグカメラとかこっちまとか家電量販店で値段張ってあった。それなんか契約した場合とかだと思う。いや、一括。一括で、うん、1円で投げ売り。投げてんの。いや、もう売れないから1円でもいいから。だけど、即完売大行列って。あー、すごいですね。うん、でも、アンドロイドですもんね、テテさん。私ね、iPhone でバッテリー持たないのと、タピオカに見えて仕方なくて、カメラが丸いところが。で、個性ないじゃん。うん、あの、アンドロイドってカスタマイズできるし、あのテーマも選べるし、わかるかな。確かにアンドロイドは画質悪いけどバッテリー持ちがいいよね。いや、私、あ、ひどんなさん10時から、10時から、あと2時間半後か。何や会社とはすぐなったのよ。ビシュッとされてるって。うん、これ画面内認証。あ、めっちゃいいですね。で、この壁紙自分で作った。あ、アド、あ、アド好きなんですね。いや、この青い花が綺麗だったから。アド歌えそう。いや、歌えない歌だ。私は最強とか。いやー、アドちゃん歌えないけど、石崎っていうのは、うん、あのファーストテイクもで、ザ・ファーストテイクでも出たんだけど、うん、レオルデスが、うん、アマプラでルーローニケンシーの歌を歌ってるんでしょ。うん、で、その明治時代のと現代のだからルーローニケンシーに沿って歌詞書いてるんでしょ。作詞作曲全部レオルデスだから。さ、あの、スマホ買ったの、追加で、なんか。あ、ピクセル 4A は確かに2万だったんだけど、うん、あの、バッテリーと SIM 読み込まないっていうのがあったから、Wi-Fi 繋がんないとか。昨日ん？昨日スマホ買ったの。うん、中古で。え？買ったの。うん、中古で。マジ言ってるそれ。2台持ち？違う、ピクセル 4A を不良品で3ヶ月間保証金から、本当は会員になってたかったら1ヶ月過ぎてたらもう返せないんだけど、返品できないんだけど、会員だから3ヶ月で不良品だっていうのを認めてもらって、それで。え、ちょっと、え、昨日スマホ買ったの？ いくらで？あ、え
中古で、うん、今ドコモでヤフーで見たら、うん、4万いくらするのが2万980円ってこと、うん、昨日買ったのそれ、うん、あれ計算えへんやん、テテさん50円しかないって、お前今年全財産50円しかないよって言ってませんでした、全財産50円で言ってやんか、最初だからたかしのおかげで1万あったでしょ、はい、でさらにスマホが不良品だったでしょ、はい、で重なって一時的に3万円になって、それで2万1000円くらいで あのスマホ買えたから、うん、まあ、今7000円くらい口座残ってる、で口座の中 6円やったでしょ、その6円の口座が今7000円ぐらいあるところ、そう、あ、そういうことか、うん、道間違えたわ、デデさん、ちょっとこうミスったわ、失礼じゃん、確かに今日セットします、セットしる、え、セットしる、髪、うん、全く、あ、ノーセットね、口でっておかしくないだけど、うん、会長枠はお家帰ってから、ちゃんと自宅帰って一人になってから
とかお母さんの入院があったから、命かかってるから、お母さん持病で。え、お母さん絶縁したの？あと80歳で。うん、お母さん、うん、今箱根で一人暮らししてて、お姉ちゃんが見に行ったら危篤状態で 家の中で倒れてて、うん、救急搬送して ICU 室に1週間入ってたから。え、危ない状況で、お姉ちゃん、あのお姉ちゃんが先にまず一緒に病院行って入院手続きして、その後にお姉ちゃんの旦那さんが来て、で2人で仕事休んで1週間、てかもう3日も使って余命宣告されてる高齢で寿命で、うん、私ね今日オールしてるんだよ。オールマジでオール寝れなくって。なんでなん、昨日なんかそう見ちゃって。そうだよね、あのホラー映画、うん、怖くなっちゃって、寝れなくなっちゃった。ホラーか、そう、そうっていう映画。そう、そうはシリーズ1が一番いいでしょう。そう、え、今クソ眠たいんじゃん。ジグゾーでしょ。車って眠くなりますよね。そう、ジグゾー。そうはね、7まで見たけど一番1が出来がいい。そうだね、確かに、うん、眠れなくなっちゃうんだよね、ホラー映画見ると。てか、もともと渋谷ツタヤ店員なんだよ。あ、ツタヤの？うん。映画好きなんだ、じゃあ。てか、16歳から19歳まで働いてたから。ファミリーマートよね。そう、あの、定時制高校通ってダブルワークして、お母さんの会社が倒産したでしょ。コールセンターよね。コールセンターとデータ入力やって、で20代で2丁目月1で通いながら。2丁目好きなんだって言ってた。てかレズビアンだから、そういうクラブが月1であるから。あー、そういうレズの会みたいな。まあレズビアンでもバイセクシャルでも、ただ女性限定、うんうん、あのゲイもレズビアンもバイバーってなると、それはミックスクラブになるけど、そこで彼女作ったり。あ、5年間あんま通ってたけど一回も作ったことない。そういう社交場なのに、ね、声はかけられるんだけど、あの仕事忙しくて転入してる暇がなかったから全員断って。あ、6人に送られたんだ、その時。そう、転入してる暇がないから。なんか私転入したのって28とか29なの。あ、じゃあ別に彼女欲しいってわけじゃないんだ、テテさん。っていうか、あのりんちゃんと、てか、たかしが知ってるんだけど、昨日中村くんと一緒にいたから、うんうん、え、あの、告ってきたんだよ、りんちゃんね、うんうん、LINE 通話で。これ完全女子トークやん、これ、うん、ミス39送られた。そう、LINE 通話で。だけど、本当は閲覧とアイテムが欲しかっただけ、うん。しかも彼氏いるんですよ。そう、若くないよ、今年40だから。え、送られて OK したのって。さ、え、付き合ってない。付き合ってない、断ったってこと。だって彼氏いるのに付き合うわけないじゃん。あ、フリーな、ともかく。なんでさ、彼氏もいて彼女も付くんだよ。ポリアモリーか。ポリアモリー、ポリアモリー、ポリアモリーって複数の人と真剣に恋愛してる人。ああ、そういうことか。不特定多数の人と。そう、ポリアモリー。うん、
全然タイプじゃないよ。やだよ、あんなフェブさん。フェブさん束縛強くて、男と会うな、通話するな、トークするな。本気だったのかも。で、私が、じゃあ私と付き合いたいんだったら彼氏と別れろって言ったの、うん、で、別れないから LINE ブロックしたの。なるほどね。うん、失恋中ってことですか、出てた今。え、失恋っていうか、私付き合うなんて一言も言ってない。あ、そうです。じゃあ傷ついてもない。全く。それより閲覧のために人の恋心とお金で釣るってどうなの？あ、恋心、じゃあ恋してたってこと？りんちゃんがね、恋心をもてあそんだって言ったから、ちょっとは恋してたってこと？りんちゃん